どうも皆さん、こんにちは。プティモンキーレンチのお時間です。シェプレイヤー入門第2回ということで、今回はパスのトリミングとリピーターという機能を使ってアニメーションを作成していきます。今回学ぶ2つの機能は様々な表現に使える主力機能となりますので、ぜひ習得してください。前回の続きとなりますので、よければ第1回のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひお試しください。まずパスのトリミングとは何ぞやという話ですが、こういうものです。パスで作成されたラインを徐々に刈り込んでいく機能です。モーショングラフィックスでよく使われるライン表現で、皆さんも一度は見たことがあるんじゃないでしょうか。で、次にリピーターですが、その名の通り繰り返す機能です。先ほどのトリミングした線にリピーターを加えることで、簡単に複製することができる便利な機能となっています。では早速作っていきましょう。前回作ったシェイプアニメーションを一旦非表示にします。ツールバーにあるペンツールを選択します。ショートカットは G です。線だけを描きたいので、塗りがオフになっていることを確認してください。オフになっていない場合は、塗りの右側にある四角形を赤い斜線が出るまでオルトをしながらクリックします。次に線を描くときに正確に画面の中心を取りたいので、グリッドを表示させます。グリッド表示はコントロールコロンです。次にコントロールシフトコロンでグリッドのスナップをオンにします。スナップを有効にすることで、グリッドに合わせてパスを引くことができます。グリッド表示とスナップはメニューバーのビューからも切り替えを行うことができます。画面の中心が分かりやすいようにアクションセーフを表示させます。アクションセーフを表示するショートカットキーはコロンです。この状態でペンツールを使って画面を一度クリックします。するとポイントが打たれます。このポイントにカーソルを合わせると、ペンツールから黒い矢印アイコンに変わります。この状態になるとポイントを動かすことができるので、そのままポイントを掴んでグリッドに吸着させて画面中央へ移動させます。次に中心に移動した後は、そのまままっすぐ上にラインを描きたいので、カーソルを上に移動させてシフトをしながらクリックして2つ目のポイントを打ちます。これで画面中央から上に向かってまっすぐな線が引けました。線が引けたら、余計なパスを作成しないよう V を押して選択モードに切り替えておきます。画面にポイントやパスが表示されていないという方は、ここのアイコンをクリックしてオンにすることで表示されるようになります。パスが見えなくなったという場合は、真っ先にこのアイコンを調べてみてください。線が引けたので、次は線幅を調整します。特にキーフレームは打たず、線幅だけを調整したいので、ツールバーのここから線幅を変更します。線幅は10に設定します。ベースとなるシェイプが完成しました。次にパスのトリミングという機能を追加します。レイヤーを選択して、コンテンツの右にある追加の三角ボタンを押します。で、パスのトリミングを選択します。これでパスのトリミングという機能が追加されましたので、見ていきましょう。パスのトリミングを開くと、開始点、終了点という項目があります。終了点は初期設定では100に設定されています。数字の上でドラッグして値を変更してみてください。すると線が徐々に消えたり出てきたりしているのが確認できます。この開始点と終了点の2つの項目を使って、線が出てきて消えていくアニメーションを作っていきます。では0フレーム目で終了点を0にしてください。これで線がトリミングされ、見えなくなりました。次に開始点にキーを打ちます。値は 0% です。で、15フレーム進めて開始点を100にして線を表示させます。一度再生してみましょう。何もないところから線が外側に向かって伸びていくアニメーションが作成できました。では次に終了点にキーを打って、線をきれいに刈り込んでいきます。同じタイミングでキーを打ったアニメーションをさせてしまうと、線が表示されるのと同時に消えてしまうので、タイミングを少しずらします。5フレームほど時間を動かしてから終了点にキーを打ちます。そこから15フレーム進めて 100% に変更します。再生してみましょう。線が出てきて刈り込まれていく様子が伺えます。
でも動きが一定の速度なので機械的です。前回もやったようにこのアニメーションにも緩急をつけていきたいと思います。まずはアニメーションを始めの動きに緩急をつけます。開始点のキーを選んで F9 を押します。コントロール、シフト、K を押してキーフレーム速度を設定します。出る速度の影響を80に設定します。同じように終了点のキーも選んで F9 を押してキーフレーム速度を調整します。 F9 は複数選んで反映させることができますが、キーフレーム速度は項目が違うと別々に設定する必要があります。面倒ですが仕方ありません。これを解決するいいツールがあるのですが、仕組みを理解するため今回は正攻法でやります。同じようにアニメーション割りの緩急もつけていきます。キーを選んで F9、 キーフレーム速度を設定していきます。このキーフレームに入ってくる速度を減速させたいので入る速度をいじります。影響を 85% にします。ここはお好みの値ですが、できるだけ高い値の方がメリハリがついていいと思います。同じように終了点のキーフレーム速度も 85% に設定します。再生してみましょう。いい感じにアニメーションできました。線が消えるタイミングなどが気に入らないという方は、終了点に打ったキーを動かしてあげることでタイミングを調整することができます。キーフレームを選択してドラッグしてもいいんですが、ボルトを押しながら左右の矢印キーでも動かすことができます。勘のいい人であればお気づきかもしれませんが、シフトも組み合わせると10フレームずつ動かすことができます。お気に入りのアニメーションになるまでタイミングを試行錯誤してみてください。これでパスのアニメーションは一旦終了です。次は線の端を丸くして少し可愛くしたいと思います。レイヤーを開き、コンテンツの中から線を開いてください。その中にある先端って読むんでしょうか、線の端ってところをバットから丸型に変更すると線の端が丸く変わります。先ほどより柔らかい印象になったのではないでしょうか。では次にリピーターという機能を使ってこのラインアニメーションを複製して四方に飛ばします。追加からリピーターを選択してください。リピーターを追加するとこのように線が複製されました。リピーターは複製する数や複製後にどのように配置するかなどを調整することができます。デフォルトでは右方向にずれてしまう値が入っているので、このように右側に複製されています。リピーターを開きましょう。コピー数でコピーする数を決定します。今回は四方に飛ばしたいので4にします。次にトランスフォームリピーターを開きます。ここではリピート後にどんな影響を与えるかを設定することができます。位置に100と入っているので0に変更しましょう。これで横に広がっていた線が一つにまとまりました。そのまま下に行き、回転のパラメータを調整してみます。回転の値をドラッグしてみてください。作成した線が扇状に広がります。今回は90に設定して綺麗に四方に飛ぶようにします。ちなみにこの回転に入れる数値ですが、360割るコピー数とすると綺麗に放射状に広がる見た目になります。計算もプロパティ上で行うことができます。例えばコピー数を8にしてみてください。次に回転の値をクリックして360スラッシュ8と入力してエンターを押すと自動で計算して数値を入れてくれます。ぜひ活用してみてください。最後にこのアニメーションを45度回転させたいと思います。ここで注意する点があります。シェイプレイヤーのアンカーポイントに注目してみましょう。アンカーポイントがアニメーションの中心にないので、このまま回転させてしまうと意図しない見た目になってしまいます。実際に回転させてみます。レイヤーを選択した状態で R をします。するとレイヤーを回転させるプロパティが出てきます。回転の数値を変更してみてください。本来は画面の中心を起点に回転させたいのですが、アンカーポイントが画面の中心にないため意図しない見た目になってしまいます。なのでアンカーポイントを中心に移動させましょう。もう一度グリッドを表示します。ショートカットはコントロールコロンでグリッドを表示です。次に Y を押してアンカーポイントを移動させるツールに切り替えます。ツールを切り替えたらアンカーポイントを掴んでドラッグさせてみます。この時グリッドに吸着する動きにならない場合はスナップ機能がオフになっているので、
コントロール、シフト、コロンを押してスナップを有効にします。アンカーポイントをコンポジションの中心に移動させれたら、回転の数値を45に変更して完成です。非表示にしていたレイヤーを表示させて再生してみましょう。再生はスペースキーか、テンキーの0です。いい感じのアニメーションになったでしょうか？今回はここまでです。いかがだったでしょうか？今回使ったパスのトリミングやリピーターという機能は本当によく使う機能です。普段見る CM 広告などでも目にするかと思います。自身の作品や仕事に活かせるよう使いこなしましょう。次回はパスの結合について解説して、第1回、第2回と進めてきたアニメーションを完成させます。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。ではまたお会いしましょう。さようなら。